明けましておめでとうございます。おめでとうございます。さあ今年も始まりました、東京オートサロン2024年、岡田エンタープライズ大空です。さあ彼女は、はい、今年 OEP ブース様のキャンギャルをさせていただくことになりました、鈴の役もです。鈴のんって呼ばれてます。普段はレースクイーンとグラビアで活動しております。イニシャル D が大好きで、鈴のん豆腐店かっこ自家用という名前をつけて、あの X やインスタグラムやってます。告知が長いね、うん、長くなっちゃいます。だいぶ自分をアピールしたね今。だちょっとアピールしすぎ、かなりの勢いで全部を入れちゃったから今の尺はだいぶ長いよ。さっきぐらいがいいよ、まあ、これでいいですか。あ、もうちょっとカットしても大丈夫。いやいや全然大丈夫ですよ。じゃあね、今年はあの北ホールの、11、ここ11ホールですね、のここにうちのブースがあります。で、これ薬師寺のロケで良かったんですよ。大丈夫？僕がやってますけど。ということはいないってこと？薬師さんが。去年もいなかったですよね。まあ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 、あと3日あるんで遊びに来てくださいよ。さあ行きますか。はいはいはい。到着しましたけど、あ、ごめんね、ごめんね、薬師さんがいないんで、こういうこともしないと怒られるんで、はい、お前もうちゃんとやれよって言われるんで、はい、やってきました。さあうちの OEP ブース到着です。で今回は新型プリウス、知ってます？はい。どうですか？すごいかっこいいです。見たことあります？最近よく新しいプリウス街で見かけるんですけど、はい、でそれをあの OEP ではカスタムできますんで、これがあのフロントのボディキット、このオリジナルで、はい、分かります？どこが違うか。まあまあこういうね、こういうね、ちゃんとあの色分けしてあって、はい、色分けエアロパーツとか知ってます？エアロパーツなんとなく、なんとなく、はい、なんかまあドレスアップですよね。ドレスアップ、ちょっと、はい、ノーマルよりはあのかっこよくなるっていう、はい、こういうのもあって、はい、これオリジナルでちゃんと作ってあるんで、うちの会社がね、すごいオリジナルです。ありがとうございます。よかった、喜んでもらって。であのオリジナルのアルミも、はい、アルミホイルって分かりますよね。あ、はい、分かります、はい、それのこれはあの19インチって言って、はい、ノーマルが17インチっていう、まあ、大きさなんですけどね。でこれが19と17 で、はい、でトヨタマークっていうのはありますよね、はい、これがそのまま入っちゃうんで、ね、パチンと、ちょっとトヨタの純正みたいな、純正ホイールかと思いました。わざとらしいな。大丈夫？なんかあのさっきあの僕が家って言ったやつをそのまま言ったみたいな。まあ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 、それでいいんですけど、ありがとうございます。まあ純正ね、あの結構純正と間違える人さっきいましたよね。はい、純正ですかこれって言って、はい、いました、いました、何人かいらっしゃいました。そういう風に作ってあるんで、ぜひ。さあ後ろ行きます。で以前この薬師寺流というテレビであの紹介させてもらったこういうリアウィングっていうのもこう作ってて、でテレビの放送見てよって言ってあのすぐ買いに来てくれたり、通信販売 してくれたりとかっていうお客さんがいたんで、再度紹介してください。何がついてるか分かるよね。ちょっとこういうノーマルのとこに、あ、そうですそうです、こういうのになってて、こういうパーツも作ってるんで、あ、そうですそうです、はい、あ、そこまでじゃないですけど。ドレスアップですね。ドレスアップです、はい、でこれがあのここにマフラーカッターって、はい、マフラーってあるじゃないですか、はい、があの1個しか出てないんですけど、はい、それにカッターをつけて、こっちはあの違うとこからこう、はい、取り付けをして4本にこう見えるようにこういうパーツを作ったんですよ。すごいです、4本やりづれえな。なんかいやいや嘘だよ。大丈夫大丈夫。どうしたらいいんですか。いやいや全然そのままでいいですよね。はい、うん、ありのままで。ありの、うん、
まあ、こういうドレスアップのパーツも作って販売してるんで、はい、今、はい、ヤクリン何でしたっけ、鈴の、あ、鈴のヤクリンはヤクリン、ヤクリンさんですかね、鈴の、鈴の、鈴の的には車は好きなんですか、車自体は、車、はい、イニシャル D の車が好き、車が好きです。でね、はあのエアロパーツとかそういうのじゃなくて、はい、走る方、はい、走る方、サーキットとかのそういうのが好きなんですか、はい、あ、なんかそういう速そうなかっこいい車が好きです、うん、あ、もうかっこ悪いってこと、いや、そんなことない。まあこういうね、あのちょっとしたアイテムで車がだいぶ変わるんで、はい、見た目もちょっとまあ気持ちも上がってくるしっていうような、でそういうのもいろいろやってます。ぜひプリウスよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ今回2代目、うちの会社の、はい、イベントでお披露目させてもらった車があるんですよ、はい、これはあの昔の、はい、昔のアニメに出てくる車があって、まあ50歳ぐらいの人たちにはバカウケなんですね、はい、で今でもこれはあの昔の、はい、昔のアニメに出てくる車があって、まあ50歳ぐらいの人たちにはバカウケなんですね、はい、で今でもみんなあれだあれだって言ってすごい来るんですけど、まあ、あの名前は言えないんで、あの見た人は分かる車、はい、まあ、ベースは何か分かんないですよね、車の これが何、まあ、K は K なんですけど、はい、どうぞ。あ、車種何がこういう風になったかなとか、分かりません、はい、ね、正直でよろしい、はい、これね、あの初代のコペンっていう、はいはい、軽自動車があって、はい、それがオープンカーになるんですよ。それをこれにこれを作って、でもこのボディケットは販売とかできないんで、まあ、ワンオフなんで、もうここのこういう前あるでしょ、はい、これもビスで止まってるだけなんで、バッテリー上がると大変だったんですよ。全部外して3人ぐらいで3人ぐらい、そうすると初めて、あ、コペンだっていうのが分かるんですよね。でこの小さいで、この後ろも開けるのに、この後ろを外さないとこれが上がらないんで、一人では絶対できないんですよ。もう2人でやるみたいな、やって開ける、はい、でこれでこの形になる。乗ってみます、ちょっと。はい、乗ってみたいです。はい、自己 PR。 自己 PR。 これで峠を走ります。峠を走ります。絶対にぶつけちゃいます。ちょっとそれは峠はダメですね。サーキットで。サーキットならね。サーキットだったらまだね。はい。サーキットならな、まあ走ってくれますか。あ、ちょっと私免許持ってる？持ってるんでマニュアルで撮ったんですけど、うんうん、ペーパーなので、うん、ダメでした。あの駐車できなくて、もう多分出たら一生帰ってこれ止まれないんで。一応マニュアルは撮ってるんですよ。一応撮ってすごいですね。撮ってはいます、うんうん、マニュアルで。じゃあ今年の目標は脱ペーパードライバーをしたいです。大丈夫ですか。大丈夫ですねえ。ちょっと不安です。あ、もう赤いレザーのシートカバー、これね、はい、シートカバー分かるよね。シートカバー分かる。このウッドの木目のハンドルを、はい、まあ変えただけなんで、
まあ、パッと見は中のやつは、まあ、ほぼノーマルですけどね、はい、もうイベントのためにこれを制作して、まあ、例のあの車っていう、はい、で今年はもうこれをメインにいろんなイベントに参加していこうかなという、はい、っていう思ってます。はい、続いてはですね、うちのアパレルブースです。はい、もう東京オートサロン何回目でしたっけ。何回目かな、うん、もう分からんけど振ったけど本当は5回だったんですね。5回です。なんとか頑張ってますよ。で新しいねこのパーカーとかもできてきてるんで、ずらーっとこう新作とかも並んでますんで、まあ、見やすいですよね。どうです、あもうパッと、ね、ここに置いてあるよりね、はい、ここに飾ってあるとどんな感じかっていうね、すぐに見て分かるので、はい、よかった。でねこういうさすがに全部はね持ってこれないんで、はい、もう売れ筋のこうステッカーとかね、はい、こういうのもあるで全部こう持ってきて、やっぱここら辺売れるんですよ。そうですよ、うん、仮免許だけどモザイクナンバーとかね、すごい。そうでね、この、 あの今の25周年、まあ、去年25周年うちで出させてもらって、この T シャツ2枚2500円のね T シャツ2枚買っていただいたお客さんにはもう薬師寺流見たと言ってもらえれば、買っていただければタオルプレゼントしちゃいます。タオル欲しい、ぜひ遊びにください。で新しく最近あのこういうツールボックスっていうのを作って、はい、ちょっと持ってもらっていいですか、はい、意外にこうアルミの感じのこのステッカーをここのプリントしてみて、プリントされてるもの、はい、いろんなものが入るんで1200円です。安いです、もうありがとうございます。とっても安い、よかった。で、あのもう岡田エンタープライズといえば、はい、あのガチャガチャをメインに、ガチャガチャ、まあ、メインじゃないですけどあの外れ一切なしのガチャガチャをやってます。最近これかなり好評なんで、はい、今回もやってますけど、まだやったことないよね。まだやったことない、はい、やってみましょう、はい、うん、これちょっとこうやって、はい、で回してください、はい、おー出た、出ました、3等です。おー3等3等結構いいやつが、結構いいですね、当たりました。もちろん25周年のプレートがプレゼントされますんで、はい、ありがとうございます、はい、こんな感じでで3箇所とかもあるんで、で今ハズレは一切ない、1000円だけでお得な1年が過ごせますまあ、いろんなイベントでやっていくんで今回も、はい、あの皆さん遊びに来てください、お願いします、はい、はい、続いてはですね、なんと2年ぶりに岡田エンタープライズの総合カタログがリニューアルにしちゃいました。パチ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 ちょっと爽やかなね、あのメインのページになってます、はい、でこれはね、ここにうちの 僕が飛んでますけど、はい、うん、なんとですね、このページはこのためだけに大空沖縄ロケを観光しましたこのワンカットのために、まあ、こういうのもねいろいろあの見てもらおうかなとみんなに思ってます。で、まあ、このカタログに関しては、うちの岡田エンタープライズのホームページなり公式 LINE から無料カタログ請求というのができますので、まあね、皆さん一家に一冊はこれがないと今年はダメですよということでね、はい、みんなあのどん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 請求してください。無料です。無料です。お願いします。よろしくお願いします。